怖いよ、はい、怖いよ、侍みたいな感じですよね、オープニングが。彼が最強なんで、なんか控え室一緒になってるんです、まあビビってますよね。ちょっと喋りかけたいけど、あ、俺だけ喋りかけていいのかな、なんで。ヤマさん、ヨドラ君ちょっと喋りたいらしいです。なんかあのオープン編が初めてなんですよ。なんかアドバイスしてる。気合い。そうだよね。そう来ると思ったぞ。恥ずかしいとこは見せたくないです。頭にこうダメージなく追われとったら、多分ちゃんと前の記憶残したまま最初またリラックスしていこうってなると思うんですけど、全部記憶飛んでるんで、とっても記憶飛んでる。いや、向いてるとオープニングが強いと思うんですけどね。それ今日解放できたら多分ビビるっす、ぶっ飛ばします。ぶっ飛び、ぶっ飛び、ぶっ飛び準備できてますか。見て一回しっかり、いわゆるステップ使え、ステップ、そうそう、一回下がって、ゴー、足使え、ステップ使え、足使え、振るからカウンターブレード、いわゆる付き合う、そうしかい、ゴー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 、フェイント使って相手のこっちを出さすね、出さした後やつ絶対いく、じゃあ右上げましょう、右、いや、ただの殴り足しにいったら、セコンダー、セコンダー、足使い、足使い、危ない、前に入っていく、おー、ワン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 、俺倒れたの覚えてない、気合だったよ、ヤマン選手、最後気合だった。相手左だけ、おい、聞いた聞いた、おい、聞いた聞いた、待って、いや、コーナーコーナー、せっかく出入りできて、しかも2ラウンド目の序盤できて、いや、めちゃ良かった、2ラウンド目の序盤めっちゃ分かった、なんで行ったやっちゃったぜ、最後その返す、おい、右上げて、右上げて、右手上げて、いや、右手上げろ、肩、右手上げて、右手上げて、返す、そこ返す、大丈夫大丈夫、いけるいける、ドーン、最後一か八か行っちゃった、一か八か行かんでよかった、うん、よかった、よかった、よかった、入場者覚えてない全部飛んだ、声全然聞こえてなかった、聞こえてなかったな、いやでもめちゃくちゃ面白かった、やってる時もこっちおもんないしこっちは怖いやばいっすよ、いや面白いっすよね、知らん人なんか面白い、うん、いやでも楽しかったよ。ちょっと待って。いや楽しかったけど、じゃあ悔しいけど、まあオープンフィンガーとしてはいいんちゃうかなと思うけど。最後に出るか。どっちが勝ったの？これもう。いやちょっともうちょっと落ち着かなかったっすね。いやまあでもこれも発想技なんで緊張で紙一重やったっすね、まあ自分の仕事はしたけど、ね、一番大切なことに気になったんで、まあちょっと改めてまた考えて、はじめましての人、はじめまして、いつもありがとうの人、いつもありがとう、
ルカです。俺も今ここに立ってこうやってマイク握るまで、いいことばっかじゃなかったし、辛いこといっぱいあって、この中にいる人もみんな辛いことがあると思うけど、絶対いいことってあるから、なんか逃げ出したい時があったって、そういう逃げるのも、なんだろう、一つの、なんだろうな、もちろんちだ。まあでもなんか頼れる人に頼ってみたり、頼れない人がいるなら俺を頼ってください。俺がまたここに立って力を上げられる試合をするので、それまで生きよう、強く生きよう、頑張ろう。ありがとうございました。最高だったね。暑かったね。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、心折れそうだった。最高だった、本当に。ありがとう。またよろしく。またお願いします。なんて言わないで。お願い。また頑張ろう。もっと大きい舞台だと。ねえ、泣かないで。頑張ろう。声でも向き合い入ったから。ユウヤ選手の思いも全部持ってくる。なしでしないから本当にありがとう。ありがとう。すごい試合ですね。よかった。戻ったかな、前の自分に。安心した。ちょっと2人ともフェアでしてきました。やばかったですよね、この試合。オープンフィガーってこうなるんですよね。いい試合できてよかったです、本当。どうですか、オープンフィンガーグローブ。やばいでしょ。ダウンもらってダウンして、どっち勝つんだろう、どっち負けんだろうって、ヒヤヒヤしたでしょ。それが面白いじゃない。女子選手でやりたいって言ってる選手も何名かいると思うので、女子もオープンフィンガーやっても面白いのかなと思ってます。まるで一言のように言ってますけども親御さんが泣けますよ。親御さんが、ね、これ俺ら最高の試合したよ。いやー、ありがとうございました。僕のラストでした。本当？引退ですね。勝っても負けても決めそう。いや、もう勝ったらあと1試合やろうかなと思ったんですけど、もう負けたら引退で、もうね、負けてやめるのもかっこ悪いけど、もうね、4連敗してたら年々でも年々なんで、ね、あとはこの若造たちのバックアップできたら僕のね、やってきたことも実ると思うし、あとは若造たちに任します。ありがとうございます。いや、勝って欲しかったけどな。